焼き鳥メインなのに、なんで丸屋食堂って言うんですか？まあまあ、うちももともと焼き鳥屋っつう名前でやったんだよ。あ、そうですか。ただね、お酒を飲まねえお客様たくさん入ってもらうために、気軽に入りやすいような丸屋食堂っつう食堂っつう名前をつけたんだよな。なるほど、親しみやすい名前でこう気軽に入ってこれるように。そういうことだよ。はあ、いやでもやっぱこれ焼き鳥タレがうまいもんね。タレだけじゃねえだろ。あ、鶏もうめえだろ。あ、うまいっすね、うん、まあ確かにな、そのタレはな、わしが考えた秘伝のタレだから。秘伝のタレ。そうだよ。秘伝のタレのレシピ教えてください。なんでだよバカ野郎。調子飲んじゃないよ。あ、でも言えるわけねえだろ。大体でもタレって作る場合、醤油でみりん砂糖でお酒、これできますもんね。まあそらまあ入るわな。そうですよね。 あと何かこうニンニクとか入ってません？企業秘密は言えねえバカ野郎。何言ってんだよ。赤ワイン入ってます。言えねえつってんだろ。本当に蜂蜜入ってます。蜂蜜なんか入ってないよ。蜂蜜入ってない。入ってない入ってない。そんなの入ってない。入ってないよ。一切入ってない。蜂蜜です。一番入らない。そんなの一番入らない。プーさん入らない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 。分かりやすい。入らない入らない。入ってない入ってないって言ってんだろ。本当によ。いい加減にしろよ。おい、もう聞くんじゃねえぞ。企業秘密だったってんだろ。企業秘密ですもんね。こっちは商売上がったりなんだよ。リンゴ入ってます。リンゴなんか入れてねえよ本当にさ。味噌は、いや言えねえよそんなのよ。水飴入ってます。水飴一番入ってない。一番入れない。一番入れない。水飴入ってますね。一番入ってない。一番入ってない。ちょっといい加減にしろよ本当に。秘伝のタレって言ってんだろ。昆布入ってます。入れてねえよ。だからさ、鷹の爪入ってる。鷹の爪入ってる。鷹の爪入ってた。鷹の爪入ってた。なしなしありですね。なしありだ。もしかしたら鶏丸ごと一匹入ってんじゃないか。鶏は半分。あ、半分。あ、半分か。なるほど。すげえな。最後に飛び切りすごいの入ってんじゃないの。飛び切りすごい。大将、大将。ちょっと。いや、まだ聞いてる途中だから。ね、魚入ってんじゃない？魚。梅干しとか入ってない？ポン酢は？ポン酢！あ、ポン酢入ってる。うわぁ。これ秘伝のタレ全部レシピ聞けたよ。これで俺も店できるね。ナビ横の交差点より北へ徒歩3分のところにある丸屋食堂。お酒を飲まない方にも気軽に焼き鳥を楽しんでもらえるようにとの思いで名前を付けられたお店で、美味しい焼き鳥と焼き鳥丼や親子丼、小肉せいろそばなどの食事系も食べられるお店です。ぜひ丸屋食堂に食べに来てね。太陽の光浴びながら流れてくるハッピーミュージック、どんな涙も乾いてゆく、降り注ぐ光から手中に君も歌おう、ハッピーミュージック、素晴らしい日が